駆除したイノシシを微生物の力で分解処理する施設がこのほど丸森町に完成しました。今日は関係者が出席して施設の内覧会が開かれました。丸森町では福島第一原発事故の後イノシシが急増していて、2011年度に201頭だった捕獲数は昨年度は1894頭と9倍以上に。農作物被害は確認されているだけでも260万円に上ります。およそ9800万円をかけ導入された2基の処理装置、その中は60度ほどに保たれ、活性化した微生物が肉や皮を分解する仕組みで、1頭の処理にかかる時間は3日から5日ほどだということです。駆除頭数が多くなってきて、個人で処理するのが大変になってきたと。1年間の処理頭数をですね、しっかりと対応できるようなというふうなことでですね、この護衛化施設を設置をしたと、整備をしたというふうなことです。これまでは駆除したイノシシを隣の角田市まで運び処理していましたが、施設の完成により駆除を担う人たちの負担軽減につながることも期待されています。